こんにちは、金沢優香です。前回コラボさせていただいたキラピカスマイルチャンネルのエマちゃんママに、今回はエマちゃんが支援学校へ持っていく荷物を紹介していただきました。 CSN8A という遺伝子疾患で生まれたエマちゃん、学校へ持っていく医療物品もたくさんです。ママのアイデアいっぱいのエマちゃんの荷物紹介、ぜひ参考にしてくださいね。それではスタート。アンリーシュ。はい、今日はエマちゃんが学校に持っていく荷物を紹介させていただこうと思います。じゃあ一つずついきます。まずは吸引器。エマは気管切開があって吸引がかなり頻回なので、必ず吸引器はどこに行くにも持ち歩きます。吸引器の中には吸引使う時のお水、アルコール綿、これは私用ですね。学校ではもう学校にアルメンいっぱい置いてあるので、学校のは学校用のやつから使ってます。で、あとここにいつでもパッと取り出せるように、ここにもうすでにセットしてスタンバイしときます、カテーテル。で、あとこれはですね、学校に行った時にアルコール綿を看護師さんが乗せて使うためのものです。あとはこれ、今体内の VNS っていうのを埋めてあるんですけど、それ用の磁石、転換の発作の時に使います。で、VNS 手帳と、これも常に持ち歩いてます。一緒に、あとは予備の人工バナとかカテーテルが入ってます。吸引器はこんな感じです。次、パーカッサーです。パーカッサーは痰を出す時に使うものなんですけども、この機械も持っていきます。これをこのセットをですね、こっちのカバンに移しまして持っていきます。パーカッサーをしまって持っていきます。タオル類ですね。大きいバスタオルとか、あとちょっと小さめのタオルとか、あと吸入するときにちょっと濡れないようにここら辺に当てたりするちっちゃいタオルとか、タオル類持ってきます。あとはエマちゃんの学校のリュックです。この中には臨時の、違いますね、この中には緊急時のお薬3日分とかも入ってます。あとは吸入器の電池がなくなった時の交換の電池とかリップとか、そんなところが入ったり、あとは普通に、連絡帳や医療ケアの実施依頼書が入っています。これも持ってきます。あとは酸素ボンベなんですけども、エマは基本的に学校では、酸素は使いませんけれども、たまにね、酸素がフラフラして私も途中で呼ばれることがあるので、その時駆けつけてすぐ酸素が使えるように一応酸素ボンベは念のため持ってきます。車に置いときます。続きまして、こちらは一つずつ出していきます。この中にはソリタ水を作って持っていきます。授業が長い日、1日長い日はもっと大きい水筒に変えて持ってきます。5時間とかだったらこれで足ります。あとはお薬入れてもらったり、注入が終わった後の通し水用のお水も入れていきます。これは注入用のセットなんですけども、
これはお水用のセットですね。1回 200cc 入れたりするので、この測るカップと、あとシリンジ大きいのが2本、小さい通し水するのが1本で、接続チューブが1本。これはお昼の学校の給食を注入していただく用のものですね。学校の給食を注入していただくために、大きいシリンジ2本、小さいシリンジ1本、そしてここのストレートの接続部分がストレートのチューブ、これ1本でいいんですけど、一応この短いのと長いのとどっちが使いやすいか適当に2本入ってます。あとはこれちょっとね、お水流す時の使うやつです。これがセットです、お昼用。あとはここに、エマちゃんたまによだれがダラダラに出ちゃう時があるので、そういう時はオリーブ缶で、これで鼻のよだれとか鼻はこれで吸っていただくようになっているので、これを持ってきます。でこのケースはエマが吸入する時に外したここの人工鼻もこの中に入れてキープしてます、学校では。それと吸入器で、これさっき鼻とか口とか吸った時用のお水を入れて持ってきます。今空っぽですけど、お水入れます。あと吸入の薬液ですね。あとは体調の変化があった時にちょっと入れてもらうお薬、臨時のお薬です。臨時じゃないか、定時か、定時のお薬。この中にもう一つ、今の時期ですと乾燥が結構激しいので、ペットボトルの形をした簡易的な加湿器があるんですけど、加湿器も一緒に持ってってます。今ごめんなさい、ちょっと車の中に忘れたかもしれなくて見当たらなかったので今はないですけど、いつも一緒に持ってってます。でこの中に全部まとめて入ってます。これも大きい箱の中にしまっちゃいます。あとは結構万能にいろんな用途に使えるネジネジを1本2本持ってきます。もう1本はエマさん今使っちゃってるので、これとさっきのピンクをネジネジ持っていくのと、学校にはもうすでにこのエアーマットレスとこのエアリーマットレス両方セットでもう学校用に置いてあるので、これはいちいち持ってかないで学校に置いてあるものを使ってます。体温調節が難しいので、このエアマットとエアリーマットレスは結構必需品です。そんなところです。これがざっくりとしたエマの荷物ですけども、これにプラスアルファおむつが足りないときはおむつとか、ペットシートを使ったりするのでペットシートとか、あとは着替えが足りなくなりそうだったら着替えを持って行ったりなど、他に荷物が結構プラスアルファされることはあります。で学校に置いとけるものとしては、アルコール綿とかシリンジとか、医療ケアグッズの予備なんかは学校に置かせていただいているので、結構そこから使うことがあります。そちらも足りなくなれば補充してます。そんな感じでした。ありがとうございます。結構ハードです、毎日重たいです。ご視聴いただきありがとうございました。キラピカスマイルチャンネルの方では、朝起きてから学校に出発するまでのモーニングルーティーンをご紹介させていただいてますので、どうぞそちらの方も見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、これから学校行ってきます。見てくれてありがとうございました。バイバイ。エマのチャンネルもよろしくね。